やすみ。はい。はい、てんくん。うん。はい。ポリープ5個取ったよ。過去最高。最高、え、なんだっけ。同率、うん、なんだっけ。一番最初に撮った時に5個だったのと、昨日5個でした。ポンちゃん。ということで今日はあまり運動もせず食事も気をつけながら食べます。あ、そうそう、こちらの病院で初めての病院に行ったんですが、過去一番いい病院だと僕は認識しました。ちょっとこれ風がブーブー言うだろうね。ちょっと待ってね。止まっててください。というのもですね、痛くないというよりは鎮静剤で眠りました。で、眠っている全身麻酔っていうのも過去1回あるんですが、どっぷり寝て夕方ぐらいに目が覚めるんではなくて、施術中だけ、まあそういう、鎮静剤に強い人は眠らないのかもしれないんですよね。寝ますよとは言われてませんでした。でも薬にね、なんとかがない僕として、耐性って言ったっけがない僕は、寝ちゃったみたいですね。なので施術中は全く痛みとかないわけですよ、寝てるし。で、終わりましたよ。で、どのぐらいありましたっていう話では、5個ありましたよって。すげえ、過去最高じゃん。まあ同率最高1位じゃんと思って。あと映像も見せてもらったんだけど、結構大きそうなやつが5個だったんで、これこのまま放っといたら結構やばいとこに行ってたんじゃないのと自分では思いました。で、なんやかんやで料金が僕が考えていた半分で済みました。と思ったので、また気楽に行こうかな1年ごとに来た方が本当はって前の病院で言われてたけど、2年おきぐらいだったらちょうど取りやすいのが、収穫しやすいのができるんじゃないかなと思います。ということで、ポリープ切除手術というか、施術が大成功でした。あとは、傷口をね、痛めないような食事を心がけます。あと腹筋に力が入らないようにね、頑張ります。チェン君、おっちゃんはまた昼寝しちゃいました。昨日から昼寝癖ついてます。まだね、終わったばっかだからしょうがないよ、うん、さあ、今日は生配信はやるよ、うん、ポンちゃん、はい、ポンちゃんおいで、ちゃん、あいで、はい、ポンちゃん、
何ポンちゃん。休み。